はい、隣のキャンプサイトどんなだろう。二つ目はジェイ君。ジェイ君はちなみにキャンプ歴、はい、5年6年ぐらいですかね。はい、6年、はい、いいな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですか。お邪魔します。どうぞどうぞ。お邪魔します。はいはいはい、もういきなり私めっちゃすごい、はい、かっこいいな思った。ランタンなんすか。ピュアハンドの、ピュアハンドの175ですかね。めっちゃ可愛い。このサイズ感めっちゃ可愛くない？おしゃれすぎる。めちゃめちゃ気に入ってて、うん、もう一個小さいのがアトムがあるんですけど、これより小さいの。もう一個小さいやつがあるんですけど、このサイズが、オイルランタン歴がもう短すぎて、はい、もう知識全然ないんでもう見た目だけで可愛いってなったんやけど、このサイズいいっすよね。で、うん、このなんていうんですかね、うん、ストームカッペっていうんですかね。あ、はい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 、はいはいはい、これがめちゃくちゃ僕の中でツボで。あ、ここっすよね。わかりますか。わかる。めっちゃかっこいいな思って。そうっすよね。ですかっこいい。もうこれのもう一個大きいやつもあるんですけど、うん、それもあの買いました。はい、買ったんですね。買いました。すごい。オイルランタン、はい、ちょっと沼が深いな。怖くなってきた。いや、ほんで こっちのここからも現行のピュアハンドで、はい、これはあのグローブだけ岩田電機さんのクラッシュアイス、ね、クラッシュアイスね、はい、グレーで、かっこいいグレー、はい、また着いたとこ後で撮らせてもらってもいいですか。あ、わかりました。はい、めっちゃかっこいいと思う、はい、これ基本的にグレーが大好きです。これ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 、はい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 、これ私、はい、あのこの前の奈良キャンプ市でめっちゃいいよね。これいいですよ。かわいいですし、いい、まあいろいろね、カラーリングっていうか、でも統一感すごいな、はい、あの黒とこの白とグレーで、ちょっと奇抜なサイトですけど。いや、めっちゃかわいい。好きなもんばっかり集めて。いや、めっちゃいい。このコンテナ、あ、これはデルタ、ね、デルタ、これあのあ MMF の多分限定の多分カラーやと思うんで、もうグレー好きなんですぐ食いついてしまってすぐ買うって、はい、そうですね。黒と多分シルバーがだいたいメインで多分あると思うんですけど、グレーってなった瞬間僕すぐ買いましたね。出たーって。そうです、そうです。へえ、はい、で、そうそう、これな、はい、これ私、まあ、中入れてないんですけど、うん、え、1回も、いや、あの使ってますけどね、今、うん、今はね、ともしてないんですけど、大山君、ちょっとこういった使い方ちょっと面白いかな。確かに差し色で。そうです。かわいいな、はい、で、このテントは、このテントはケルティって言ってアメリカのアウトドアブランドの、うん、はい、よカバンとか、あ、そう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 、はいはいはい、はい、K-E、 え、なんか LTY、 はいはいはい、ここに一応タグがあるんですけど、その、はいはい、あ、そこですね。あ、これな、あ、これですね。見たことある。ほんまやほんまや、ケルティ、かわいい。これが買うきっかけがなったのも、この、ザースさんのマクコを買う、黒を買って合わせたいなっていうのがあって、マクコ、はい、マックタープとマクコって、はい、へー、マクコさんは、ザースさんが出してはるタープなんですけど、で、これを、まあ、あのテントが、まあ、ちょっと奇抜なんで、はいはい、まあ、黒のタープ頼んでたんで、うん、奇抜なタープ、テントで、なんかないかなと思ってた時に、うん、あのちょっと見てもらいたい、コンペイト、あ、コンペイトね、はい、黒と黄色、そう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 、はいはいはい、これがね、もう僕の中ですごいツボで、黄色と黒っていうのが、もう私 ごめんなさいね、あの、はい、タイガースかなって、はい、あ、そうですそうです、それもあるんですよ、僕関西人なんで、ね、タイガースに見えてしまう、タイガースも好きやし、うん、で、このいいね、このカラーリングと全部ちょっと締まるかなっていうサイトが、あ、確かに、はい、すごい全体像でこう想像してる、そうですね、はい、なんかでもあれですよね、おしゃれなサイトの人とちょっとあの、被ってるアイテムを持ってると嬉しくなってくるんです、うん、ほんまや、これこの前買った、はい、
そう、違う柄やけど、こちらもこれ買ったんだ。かっこいい、テーブル。ちょっと細かいもんが、こだわりが多いですね。それは一番やっぱり、僕はもうやっぱり、ブラックスミさんが。すごっ、あ、かっこいい。今度はフィールドスタイルで、多分出しはると思うんですけど。それちょっと仲良くしていただいてて。それでちょっと、使ってようっていうことで、先にちょっと使わせてもらって。羨ましい、はい、ママさんも持ってるじゃないですか、はい、フラットバーナー。フラットバーナー持ってる、はい、ブラックスミス。ママさん、ママさん仲良くしてください。よろしくお願いします。すごい、かっこいい。テーブルは、テーブルは、ラーテルワークさんっていう、はいはいはい、はい、あの山みたいな、そうですけど、はい、この、パネルですかね、うん、これはバラワークスですね。またちょっと違う。ここは変えて。そうですね、はい。またこれもほら。こちらもスピナッチさんで、ね。スピナッチさんの。ね、かっこいい。かっこいい。感じがありますね。まあ、好きなものばっかり集めたっていう感じで。かっこいいな。あ、はい。これうちも持ってるやつ。アロバさん。アロバさんね。はい、なんか嬉しいな、おしゃれな人と一緒なんて嬉しいな。ちょっとおしゃれになった気がする。そう。一緒一緒って。うわー、かっこいい。この使う人でこんな変わるんですね。いやいやいや、そんな僕なんかまず全然。ね、インスタとかですごい人いっぱいいてはるんで。欲しい、この取って。あ、これはね。シムクラフトさんとデバイスワークさんのコラボで多分出してる。マジですか。そうですね、グラブ、グリップで。ママ、はいはい、さんでもデバイス系あんまりじゃなかったですか。うん、次。いつからそんな感じだったかな。いや、これ見たらめっちゃかっこいい思って。マルチグリドルもこれをつけたの。ちょっとしたものが好きなんですよね。なんかもうしょうもないって言ったらあれですけど、パッとこう見えた時に、まあもうほんま自己満の世界ですけど。まあでもこだわり出したらきりないですけどね。そうですよね、はい、もう本当にキャンプギアだけはもう、そうですね、はい、最後に僕はもう大好きなこれも吸ってもらいましたんで。すごっ。ブラックスミスさんで、かっこいい。ドロッパーズさんに。ドロッパーズさんですね、はい、ちゃんとずっと使ってたハンパフィーで使ってたんで。いや、やっぱりすり出すんやね、みんな。すりたい。これかっこいいですね。かっこいい。え、この服は自分の手前の。もともとは、そうですね、昔着てた服で、うん、なんか掘り出した時に、うん、これキャンプで使えるなと思って。へー。で、ちょっとその時着てたんで、吸ってもらって。すごー。うわ、いいなと思って。めっちゃいいっす。めっちゃいい。これはかっこいいな。この僕だけ、はい、唯一無二です。オニワです。オニワ。へー、いいなー。なんか吸らなあかんのか。そうすりましょう。釣りは釣っちゃいましょう。釣りはかっこいいよ。釣りは正義。釣りは裏切らないはず、はい。ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ次行きましょうか。ありがとうございました。お邪魔しました。うわ、楽しいな。